次に梅村瑞穂君。梅村君。日本維新の会の梅村瑞穂でございます。どうぞよろしくお願いいたします。まず本日私はですね、アルプス処理水に関しての質疑を本日は用意していないわけなんですけれども、先ほどこの委員会で国民民主党の益子委員から我が党が処理水の問題に取り組んでいることに触れていただき、松井一郎大阪市長が処理水を大阪へ運ぶことも検討したいといった考えに触れてくださって、ご理解を示してくださり、問題を前へ進めるための質疑をしてくださったこと、そして公明党の若松委員からも処理水に対しての問題提起をいただき、私ども日本維新の会としても継続して処理水を前に進めていく、その共通認識を持っていることをお伝えしたいと思います。先ほど益子委員の質疑に対して政府側はどこかのタイミングでという答弁ございましたけれども、決めなければそのタイミングはやってこないということで、今日本に求められているリーダーシップをこの処理水の問題に関しても発揮していただきたく存じます。さて、去る2月、青木委員長や他の委員の皆様とともに岩手、宮城、福島の被災3県へ私も視察に行かせていただきました。たくましく復興の道を歩み続ける被災地の現状を把握するとともに、今後の課題もこの目で確認することができた大変有意義な視察に同行させていただき、改めて感謝を申し上げます。さて、私はこの視察で1800名以上の死者、行方不明者を出しました陸前高田市に訪れた際、東日本津波伝承館の展示を見ていた若い女性お二人組に声をかけさせていただきました。今日はなぜこちらにいらしたのですか、このようにお伺いをいたしますと、お一人がこう答えてくださいました。私は陸前高田に住んでいるのですが、今日は東京から友人が来てくれたのでここへ連れてきたのです。地元の若い方がこうして震災の記憶をご友人と共有しようとなさっているのがとても心強く思えたのですが、驚いたことにこの女性はですね、陸前高田に住んでいるとおっしゃっていましたが、生まれは東京の町田の方でございました。被災地を復興させたくて陸前高田に移住してきたと聞き大変驚きました。そしてこういう時に名刺って出すんだよと伝承館の方に促されて、彼女は私に名刺を差し出してくれたのですが、その名刺には NPO 法人の名前が書かれてございました。震災発生から9年が経ちまして、これまでの間多くの NPO が被災地を立て直そうと尽力されております。震災10年を前に今国会で提出されている法案を見る限りでは、地震津波被災地域の復興事業は心のケアなどを除いて延長後5年で終了することになりそうです。 NPO 法人の方々は今後自身の団体の存続ができるかどうかの不安を抱えていると思われますが、まずは被災地復興のための活動を行っている NPO について、復興庁が把握されている具体的な数をお教えくださいますでしょうか。復興庁石田統括官。お答えを申し上げます。内閣府のデータをもとに、被災前の2011年の2月28日と直近は昨年の、すいません、本年の2月29日、またピーク時はそれぞれの時点についてご説明を申し上げます。岩手県は発災直前が348の団体、ピーク時は2018年の3月31日現在で496団体、直近では492団体となってございます。宮城県につきましては、発災直前が584で、ピーク時、2019年の3月31日でございまして、825、直近では821となってございます。また、福島県につきましては、発災直前が564、ピーク時が2018年の3月31日で923、直近はそれとまた全く同じ923でございます。梅村瑞穂君。ありがとうございます。岩手、宮城に関してはピーク時よりも現在少し数が下回っているということ、福島に関してはピーク時と同数ということなのですが、さまざまな補助金事業が終了となりますと、さらに不安を増大させていくことも考えられます。そして存続ができなくなってくる NPO もあるのではないかというふうに危惧をしております。そしてこの皆さんが不安を抱えていらっしゃる中で、それをさらに大きく膨らませているのがコロナウイルスの蔓延でございます。先ほどお話ししました陸前高田の NPO メンバーと私は後日オンラインミーティングをさせていただいたのですが、彼女たちもダイレクトにコロナウイルスの影響を受けていました。
この NPO は主に4つの事業を展開していまして、1つに民泊体験を利用した観光事業、2つに地元の中高生が地域外の大学生と交流し、ふるさとと自分たちの未来を考える地域活性キャリア教育プログラムの実施です。3つ目には、全国の大学生が被災地で取り組む1週間の地域おこし実践プログラム、そして4週間の移住留学を通して実際に移住してもらうという取り組みでございます。コロナウイルス感染拡大に伴う移動やイベント開催自粛によって彼らの活動の多くが中止となっています。9年かけて根付かせてきた活動と団体の存続が揺らいでいると言えるかもしれません。これは何も被災地に限ったことではなくて、全国の NPO についてもコロナによって同様の危機に直面していると思われます。そこでお伺いしたいのですが、経産省から一昨日発表されました持続化給付金をはじめ、NPO 法人がこのコロナ危機を乗り越えるための具体策についてお聞かせくださいませ。中小企業庁渡辺経営支援部長。お答えいたします。NPO 法人につきましては、地域の中でコミュニティの拠り所となる子育て支援など、事業性を有する活動を行っているケースが存在していることは承知してございます。昨今の新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、大きな影響を受けていることも想定されます。感染症の感染拡大によりまして、売上高が前年同月比で 50% 以上減少した事業者に対して、事業全般に広く使える資金として、中堅・中小・小規模法人に200万円、フリーランスを含む個人事業者に100万円を上限として、持続化給付金を給付する予定でございますけれども、NPO 法人につきましてもその対象としていく予定でございます。また新型コロナウイルス感染拡大の影響により売上が急減した中小小規模法人に対して、すでに政府系金融機関による実質無利子無担保かつ最大5年間元本返済据え置きの融資を行っており、今後民間金融機関にも拡大を予定しているところでございます。これらにつきましても NPO 法人をも対象としているところでございます。これらを通じまして、 NPO 法人をはじめとする中堅中小小規模法人およびフリーランスを含む個人事業者に対して多様な支援を講じてまいります。梅村瑞穂君。お答えありがとうございます。 50% 減収した団体に200万円、そしてフリーランスへは100万円ということで、この持続化給付金、また政府系金融機関からの融資、今後民間金融機関からの融資、さまざまな対策を打ち出していただくことになるかとは思いますけれども、ぜひですね、復興庁や内閣府 NPO のホームページでも分かりやすく掲載するなど、周知に努めていただきたく存じます。行政のホームページというものは文字が大変多くてですね、そして文字の大きさも小さく、言葉が難解で分かりにくいという声をよく聞いてございます。ぜひ画像も用いたバナーを使って目に留まるような工夫なども合わせてお願いしたく存じます。そしてバナーといえば、現在復興庁のホームページにはですね、風評の払拭に向けてというバナーがございますが、今はコロナによって逆風評とも言うべき現象が起きているようでございます。先ほどお話しいたしました NPO の取り組みによって、この春被災地に東京からやってきた若者も多数いるというふうにお伺いしたのですが、中にはそれまで勤めていた都会の会社を退職して被災地に移住するという大きな決断をした方もいらっしゃるということです。ですが、外出自粛が呼びかけられる以前に被災地に入り、しっかりと2週間以上の待機をしてもなお、東京からウイルスを持ってこないでほしいと眉を潜める被災地の方が結構いらっしゃるということで、いまだそのような敬遠ムードは続いているということです。
被災地を盛り上げたいという思いで NPO の方が時間をかけて働きかけ、若い移住者も一緒に関わる大きな決断をしてやってきたけれども、実際に被災地に行くと歓迎されなかったという事態は大変残念なことです。新年度のスタートに合わせて都会から人事異動で地方へ来た方が煙たがられるという問題は一部の企業でもあったと伺っております。大臣は所信でも風評払拭についてご発言なさっていますが、被災地における逆風評とも言うべき現象についてどのようにお考えになられますでしょうか。田中復興大臣。ただいまの梅村委員からのご指摘は非常に重要なことだと思っております。政府委員からも答弁をさせましたように、 NPO 等の皆様方が多大なる今回の東日本大震災からの復興にご貢献をいただいておりますことは本当に大きなものでございまして、心から感謝を申し上げ、これからもお願いをしなければならないということでございます。被災地を支援している都会からの出身者が新型コロナウイルスに関連していわれなき差別だとか偏見に遭うことは決してあってはならないことでございます。政府としても新型コロナウイルスに関する分かりやすい情報発信に努めておりますけれど、今後この取り組みをさらに充実をさせていただいて、正しい知識の啓発と理解を一層進めてまいりたい、このように思っております。被災地の皆様にも正しい知識と理解を持っていただいて、引き続き被災者と支援者の方々が密に連携をして復興を進めていけるように、私からもこの場をお借りしてお願いをするとともに、復興庁としても今後の政府だとか自治体の取り組みに十分留意をして、被災地への支援に支障が生じることがないように取り組んでまいりたいと思います。以上。梅村瑞穂君。力強いお言葉をありがとうございます。やはり不安がっていらっしゃった NPO 法人の皆さんですが、そのようにしっかりとバックアップをしていただきましたら、また前向きに活動に取り組んでいただけることと思います。実はオンラインミーティングをさせていただいた NPO のメンバーの方の中には、東京板橋区出身の男性で、やはり被災地のために何かしたいと移住をし、地元の陸前高田市議会議員になられた方もいらっしゃいます。そういった方もきっと地元を盛り上げるために頑張っていかれることと思います。ですが、NPO 法人は非営利団体ゆえに、活動するスタッフの収入や生活が安定しにくいという一面があります。津波伝承館で私が話をかけました女性も、 NPO からの手当と地元教育委員会の地域学校共同活動推進事業からお金をいただいているが、なんとか6年間自分を奮い立たせて頑張ってきたけれども、仲間の中には被災地を離れて金銭的な理由で地元に帰った移住者も多くいることをお話しくださいました。今後被災地で NPO をしっかり自立させるための仕組み作りも必要になってくると考えますが、いかがでしょうか。復興庁石田統括官。復興支援を行っていただいております NPO を含めまして、一般的に NPO におきましては、その運営に苦慮されている団体はかなり多く損するというふうに承知しております。復興庁におきましては、被災者の生きがい作りに資する活動や県外避難者に対します支援などの取り組みにつきまして、被災者支援総合交付金を活用して支援をさせていただくところでございます。また加えまして、いわゆる中間支援団体を通じて各 NPO の組織的運営の改善強化の支援や、行政 NPO 等の活動主体間の共同体制の構築、連携などについても、その推進を図らさせていただいております。こうした事業等を通じまして、被災者に寄り添い、復興を支えていただいております NPO などの被災者支援団体の取り組みが、技術的なものとなっていきますよう、支援をしてまいりたいと考えております。梅村瑞穂君。ありがとうございます。産官学一体となって地域を盛り上げていく、そして経済という面でも安定して活動していただけるように、ぜひご支援をお願いしたいと思います。恒例といたしましては、同じ東北山形県の鶴岡市では、慶応義塾大学の先端生命科学研究所とタッグを組んで、イノベーションと企業を生み出して地域活性化に貢献している例などもございますので、どんどんとこの被災地でも盛り上がっていったらいいなと期待するところでございます。被
災地の復興においては、私も地域に根を張って経済を支える企業と事業の創出、そして地域に誇りと愛着を持って育つ子どもと若者が不可欠だと考えております。先日のオンラインミーティングでは、高田生まれ高田育ちの19歳の大学生も参加してくれていたのですが、その大学生の言葉には復興の課題も含まれておりました。小学生の時に被災して、たくさんの人たちが全国から自分の町を助けに来てくれた。だから私も地元に興味を持った。地元で何かしたいと思ってこの活動をしているけれど、地元では働く大人の姿が想像できなかった。町の大人の仕事といえば、一次産業従事者か公務員、大企業やショッピングモールの地方支店、選択肢が限られている。また子どもたちは小学校から高校までずっと顔ぶれが変わらない濃縮したコミュニティであることも多い。貧困世帯や環境も整わない家庭の話もよく聞く。子どもたちが ICT 教育から取り残されないように願っている、そのようにおっしゃっていました。ここで子どもたちの ICT 教育の現状についてお伺いをいたします。被災地の教育用コンピュータ整備率について、平成31年3月の調査では平均値は 18.6% と低水準にとどまっています。宮城県、岩手県、福島県の現在の数字はいかがでしょうか。また無線 LAN 整備率及び教育用コンピューターの1台あたりの児童生徒数について、被災3県と全国平均の数字をお伺いしたく存じます。文部科学省丸山初等中等教育局長。お答えを申し上げます。平成31年3月時点におきまして、公立学校における教育用コンピューターの整備率は、委員ご指摘のとおり、全国平均で 18.6% となっております。また、被災3県でございますが、宮城県が 18.7%、岩手県は 21.0%、福島県は 21.5% となっております。また平成31年3月時点において公立学校における普通教師の無線 LAN 整備率は全国平均で 41.0% に対しまして、宮城県が 53.3%、 岩手県は 26.8%、 福島県は 16.9% となっております。またさらに平成31年3月時点における公立学校における教育用コンピューターの整備率から導き出されます教育用コンピューター1台あたりの児童生徒数は、全国平均で 5.4 人に1台に対しまして、宮城県が 5.4 人に1台、岩手県が 4.8 人に1台、福島県は 4.7 人に1台となっております。梅村瑞穂君。ありがとうございます。被災地の ICT 教育環境については、平均を上回っている点もあれば下回っている点もあり、バラバラだという印象を持っておりますが、いずれにしても、ワールドワイドな目で見ますと、まだまだ追いついていないという現状が浮き上がっていると思います。引き続き、ICT 教育の環境整備にご尽力賜りたく存じます。すみません、質問用紙6番目飛ばさせていただきますけれども、7番目でございます。 ICT では、宮城県では宮城スタイルや、福島県でしたら新地町の福田小学校などで、ICT 教育先進実践校として行っている校例などもございますけれども、さらに被災地域における ICT に教育を入れていただきながら、ICT 以外でもご支援をお願いしたいところがございます。福島再生家族化交付金、通称子ども元気復活交付金など、子育て世帯に配慮した取り組みも福島ではございますが、福島以外の被災地に向けても、このような子どもたちのためになるような制度、あるいは子育て世帯や若者の定住を促すような制度はありますでしょうか。復興庁、奥審議官。お答え申し上げます。お尋ねの被災地の復興に向けまして、それぞれの地域の活性化を図っていく上で、将来の子育て世帯ともなります若年者の方々の帰還ないし移住定住を促進するということにつきましては、非常にこれ大切な施策であると認識をしているところでございます。このことは全国を通じた共通の課題の一つでもございまして、このため政府全体といたしまして、全国の地方創生の一環として、地方に魅力ある学びの場、働く場を作り、地方への人の流れを作るために UIJ ターンにより地方で企業を就業する方に最大300万円を支給する制度、あるいは地方大学地域産業創生交付金による地域の中核的産業の振興など多岐にわたる施策を展開しているところでございますが、これに加えまして
被災3県におきましては、復興事業の一環といたしまして、全国の学生の方々に被災地企業での就職につなげていただくためのインターンシップ事業等の施策を展開しているところでございます。このように各班の施策を活用しながら、被災地域への若年層の定住を後押しいたしまして、被災地の活性化につなげてまいりたいと、このように考えております。梅村瑞穂君。ありがとうございます。やはり、震災がきっかけで他の地域に行かれた方は9年経ち、地元に戻るという意識がだんだんと薄らいできていると思います。そんな手当があるのであれば、そんなサポートがあるのであれば、やはり地元に帰ろうと子育て世帯を中心に思っていただけるような施策を期待いたします。また、子どもたちのことを考えますと、例えばですね、教育旅行を積極的に被災地に呼び込むという事業も考えていただきたく思います。福島などには観光関連復興支援事業として教育旅行の誘致のアシスト事業もあるかと思いますが、それ以外にも広げていただきたいと思っております。日本人は災害から多くの学びを与えられております。東北への修学旅行で災害について学ぶのは日本の教育のスタンダードだというようなことがあってもいいように思います。修学旅行生と被災地の児童生徒が交流を持って、修学旅行から帰ってきてまた ICT でつながって画面を通して話をする、同じ日本という島国の中でちょっと離れた東北で仲間がいる、で東北に興味を持ってもらうことで大人になってからまた被災地のことを思い出せる、そんな種をまくような取り組みがあってもいいのではないかと思っております。何か復興庁、文科省、総務省、国交省など省庁横串で子どもたちのこと、被災地のことを長い目で考えていただければ幸いでございます。さて、9年前の東日本大震災発災時からほどなく、この国会では復興財源に充てるために国会議員歳費をおおむね2割カットする措置が取られてまいりました。そして6年前のちょうど今頃、その措置が期限切れとなりました。私の手元には今2014年4月25日付の日本経済新聞の記事があるのですが、こうございます。国会議員の歳費を2割削減していた措置が4月末に期限切れとなり、5月分は通常の歳費が支給される見通しになった。5月以降の措置に関し、日本維新の会、みんなの党、ゆいの党の3党が3割削減の法案を衆議院に共同提出し、公明党は 7% 削減を主張、新人議員を多く抱える自民党や民主党が難色を示していた。私ども日本維新の会は今も自ら歳費の2割を削減をしております。過去には7回にわたりまして削減法案を参議院に提出しておりますが、国会に取り上げていただいたことは一度もございません。議員定数の削減についても我が党は法案を出してお示ししておりましたが、逆に昨年参議院においては定数が6議席も増えることになりました。増えた議席の歳費分はと考慮して 10% 月7万7000円を国庫へ自主的に返納できる法改正もなされましたが、自主的にというシステムゆえに今も返納なさっていない議員閣議が多くいらっしゃることは大変残念なことでございます。我が党はもちろんですが、自民党、公明党もほぼ全員 10% を返納されています。特に日本維新の会は、そもそも公僕たる私たちの歳費そのものが高すぎるといたしまして、さらに 10% を毎月党内で集め、全国の被災地へ寄付を行っております。本日皆様のお手元にお配りさせていただきました資料でございますが、これは日本維新の会がこれまでどの被災地にどれだけ寄付してきたのかを、実績を示すものでございますが、東日本大震災の被災地へも2番、3番、4番、5番、6番、10番、12番、19番の項目にございますように寄付を行いまして、各地の知事、市町村長の皆さんや団体の方に喜んでいただいております。しかし今回のコロナのような事態にあっては寄付先の選定も難しく、やはり国庫への返納が望ましいと思います。国民が事業や生活の維持すら危ぶまれている中で歯を食いしばって頑張ってくださっています。たった1年歳費を2割カットしたところで到底範を示すことなどできないと考えます。まずベースとしては月の歳費129万円を無期限で3割カットが妥当、そして個人的にはこのコロナ不況の中ですので、2020年度は少なくとも半年、できれば年度末まで月の歳費129万円から5割を返納、
夏と冬の期末手当は全額返納でいかがかと考えております。もちろんそこまでしても確保できます財源は高々100億ぐらいにしかなりません。それを全国民にお配りいたしましても、お一人100円にも満たない額でございます。が、私たちが国民の皆様に強いている負担というのは、それ以上のものであると考えられますし、それぐらいのカットをしたとしても、範を示すなどという言葉は使えないほど民間のダメージは大きいものでございます。そこで大臣にお伺いしたいのですが、特別職の職員の給与に関する法律によって、国庫への歳費返納が認められている安倍総理大臣をはじめ、大臣、副大臣、政務官の皆さんは、それぞれ 30%、20%、10% とずっと歳費を国庫へ返納されていると思います。復興大臣が日本復興のために、閣僚の皆様に対して期末手当の返納をご提案なさるという、新米議員のぶしつけなアイデアについて、どのように思われますでしょうか。田中復興大臣。ご指摘のございましたように、今も総理大臣は 30%、各大臣は 20% 行っておるところでございます。閣僚等の給与だとか、期末手当の一部返納については、近年は行財政改革を着実に推進する観点から、閣僚懇談会等で申し合わせを行って、それによって行ってきたと、こういう経過がございます。新型コロナウイルス対策の財源については、現在、財政当局においてあらゆる角度から検討が行われていると承知をしておりますけれど、予断を与えることのないよう、本件について、私、復興大臣の立場からお答えすることは、ちょっと控えさせていただければと思っております。お気持ちは分かります。梅村瑞穂君。気持ちを理解してくださりありがとうございます。ぜひ大胆に、閣僚内で、お話をしていただければと思います。東日本大震災をはじめ災害犠牲者の皆様に黙祷を捧げるたびに、私たちは当たり前の生活がどれだけ ありがたいことなのかを胸に刻みます。そしてコロナウイルスで命を落とされた方々や医療関係者をはじめとしまして、危険を冒しながら今の日本を何とか機能させてくださっている皆様、そして得体の知れない不安の中で不自由な生活を余儀なくされている国民お一人お一人が、政治家の目を覚まさせて国民に向き合い、本当の意味で人々が美しく心を寄せ合う令和のきっかけを作ってくださったと振り返れるように、そして震災とウイルス2つの危機を乗り越えた復興五輪によって日本中が笑顔になることを願いまして、私の本日の質問を終了いたします。ありがとうございました。次に。